はい、西教授です。ポレポレ英文読解講義、例題13の2です。で、13の1で、まあ、やった文章についてもうちょっと掘り下げるのが今回ね。で、一つは仮定法の条件。前回やったように仮定法の条件っていうのは主語もしくは副詞、屈折もしくは文外にあると。だからまあ助動詞の使い方によってまあ would とか could とかだね、まあ、should の場合もあるけど、で仮定法っぽいぞと気づいたらならばはどこかを探そうと思うわけだ。で、ならばはどこかっていうのは、まあ、if があったらそれは一番わかりやすいけども、この間言ったように if はない場合が多いんで、その例文をちょっと挙げた。これは全部英文法の核の159ページの英文だ。 A wise man would not say such a thing。 これはそんなことは言わないだろう。じゃあならばどこか、主語か、副詞か、文外か。文外の場合は状況とかで、前の文に条件があって文が3つぐらいピリオドで切れてる場合もあるからね。それはまあ条件が続いてるな、見破ることも大事で、これも出題されてるよ。なんか条件があって仮定法があってピリオドがあって仮定法があってピリオドがあって仮定法があってピリオドがあって仮定法があって、そこの文を訳せるっていうのはやっぱり条件を念頭に置かないと訳せないですよね。まあ気をつけましょうね。ピリオドで文が、文の意識がピリオドで終わるとは限らないということですね。で、この場合は A wise man 主語にあります。これはどこも探してみたら分かるだろうな。賢い人ならばそんなことは言わないだろうと。もし相手に面と向かって言ったらやばいよ。お前が賢かったらそんなこと言わねえだろうな、お前バカだって言ってる。あ、今言ってませんからね、例文ですからねって思ってくださいね。だからこれ賢い人ならばそんなこと言わないだろう。次は They could have lived。 Could have lived、 これはできただろうに。 Would have 過去分詞とか Could have 過去分詞はまず仮定法です。で、happily, here。 これ英文法の核の、一つ古い前かってやつかな。ではこの happily 抜けちゃってたんだ。でも訳は幸福にって書いてるから、まあ補ってください。で、これは彼らはここで幸福に過ごすことができただろうにな、そのままでもいいんですよ。でも条件を探してみると主語か副詞なんで、主語だとしたらここだよね。彼らだったらここで幸せに過ごせただろうにな、だけど違う人だったから無理だったんだっていうのはあり得るんだけど、仮定法の条件あんまりね、こういう代名詞にならないんだ。だって代名詞ってピタッと指してるからさ。で、ここのところなんとかかんとかなタイプの人だったらいけるよ。なんとかかんとかなタイプの人だったらここで幸せに暮らせただろうにな、これは言えるんだけど、全員には無理があるんだ。じゃあどこって言われたら副詞こっちだ。ここでならば彼らは幸せに暮らすことができただろうになと、こうなるわけ。ここでならば彼らは幸せに暮らすことができただろうになと、残念だなと、彼らはこの場所を知っていればよかったのにな。次は To hear him speak French。 これは To 不定詞が文頭に来ると普通はためにが多いんだけど、この場合 You would とこれが来てるから、トゥー不定詞の副詞的用法、副詞だね。これが条件になっていると考える。彼がフランス語を話すのを聞けば、で Take A for B は A を B と思う。 You would take him for a French man。 彼をフランス人と思っただろうにな。次は The same thing で間まで Happening in wartime が分子構文っていうのが挿入されてて、Would amount to disaster。 Amount to は全部合わせてこういうことになるとか、足して全部でこうなるとか、結果的にこうなるっていう事故で大災害災難になるだろう
っていうわけだから条件はここ。分子構運っていうのは分子の副子的用法ですからね。から同じことが戦時中に起これば大災難になるだろうな。ですか。でこのあたりが大体、仮定法の文法のテキストに出てくる、まあ、基本例文で条件を探そうっていう場合だ。で同じことが大学入試レベルだったらこのくらいまで来る。これは宇都宮大の問題なんだけども、 People まず読もうか。 Who never would have、 これは would not have と同じことだよ。 Dreamed of calling each other by their given names 25 years ago Regularly do so today。 読めたかな。まず、people who で、who が people にかかってどこまで、どこまでってしつこいよね。でもちゃんとしつこく考えていて。Never would have dreamed. Would have dreamed. これは 100% 仮定法と考えるわけだね。で、dream of は夢に思う。Never が入ってるから夢にも思わない。Calling each other, お互いを呼ぶ。By their given name. Given name は日本語で言うと、性名字、名前の名前の方だ。ジャックとかビルとかね、ディックとかジェーンとか、そういうやつだ。で、25 years ago regularly、 これ風はどこまでかちゃんと考えてよ。このレギュラリーは入らない。こうなる。基本的にはこういうレギュラリー、規則的にとか普通に、それ不規則じゃなくだからね、普通にってことだ。ということは、こういうのはどうしても前からかかるのが普通だからね。だからここで切る。こういうのは結構めんどくさいよね。で、do so today。まあ、do so っていうのはどこを指しているかというと、このコールからね。じゃあこれ赤で線引っ張っちゃったら間違うね。こうしてこうか。do so はここだよって。ああ、無意識になると下から引っ張っちゃうな。で、これかな。この場合、条件はどこかっていうと、どこだ？それは、would have dreamed の切ないにあるはずだから、ここで、副詞。で、今度は、do so today か。ここで20年前だったらこうだっただろう、今はこうだっていうように対比してるわけだね。ここで25年前ならばお互いを名前で呼ぶなんて夢にも思わなかったであろう人々が今日では普通にそうしてる。こういう話だ。で、仮定法の条件を見ました。でも仮定法ってさ、結構面白くね。まあ、英文法の角度は極めてページが少なくて、そのことに対して批判を言ってきた人もいるんだけど、バカかと思うよね。あ、言っちゃいけないか。だって、規則は少しだもん。あとは例文に触れなさい。ただ例文いっぱい触れなさいっていうことは必要なんだよ。でも規則は少しで、まあ、参考書だから規則をちゃんと書けばいいわけで。あとは頑張ってよって。だってその短いページに書いていない文法事項ないんだもん。で、余計なこといっぱい書いてるから仮定法に対して日本参考書いっぱいいっぱい説明してるけども、まあ例文には慣れる方がいい。たくさん慣れた方がいい。まあ規則はわずかだ。ってことは明確に示した方がいいと思うんだよね。で、この仮定法っていうのは、まあ人間の進歩の原点ではあるよ。つまり、今ここしか見えない。まあ今ここに集中することはもちろん大事なんだけど、今ここしか見えないと、進歩はないじゃん。だって科学ってこんなことがあったらどうなるだろうってありえないことを想像し、ありえないことを考え、でそれをありえるようにしてきたわけじゃん。空を飛べればいいだろうなと、飛んでんじゃん、あ、まあ飛行機だけどね、とか。そういう点では現実から離れてみることっていうのは、まあ、進歩の原点ではある。だから今ここじゃないこととか、違う想像力、違う場面、他人の気持ちとかね、もうそう、 If I were you とかね、もし僕が君だったらならばって考えてみる。
これもとても大事なことではある。ただもう一点は、現実と違うのが家庭法だから、現実逃避とか言い訳で使うとかっこ悪いよ。もし私が若ければ英語の勉強をやり直すだろうなと、今やれっていうように現実逃避の言い換えですか。もしこんなことをしていたならば今頃こうだろうなとか、じゃ今から取り返せよって、過去のこと愚痴んじゃねえよって思ったりするわけだな。まあ俺はだけど、まあそれはそれで家庭法のすごく大事なところと、現実から離れてみる大切さと、現実を認めないで現実逃避する、自己正当化するという面倒くささが両方あるけどね。でも現実から離れてみるって力は想像力としては必要だ。ただ現実から離れてこう夢見ることで、なんか全力出せばできるけどとか、まだ力出してないだけとかっていうのはちょっとね、いかがなものかと思います。で次、 VOC とか VOM で O が長くて M が短い場合っていうのは、さっき言ったように、前半で言ったように、長いっていうことを相手に伝えたいから長くなるわけで、相手が分かってれば短いはずだよね。だから相手に伝えたいことを後ろに置く、新情報は後ろに置くことが多い、絶対じゃないっていうのが英語の流れなんで、統治が起きるとっていうことなんだ。で、読むときにはやっぱり VC、 あれ繋がってないぞ、 VM、 ん？と思う。で、 O を探したくなる。で、多分うんと思ったとき、この辺はそんなに長くないはず、だからカッコをつけて切れ目を見てみようと思えばいいよっていうことで、読むときには発見できると思う。では、この文章を読めるかどうか見て、今日はここまで。People tend to regard as inferior individuals or groups speaking languages different from their own.人々は tend とは何やしがちである。regard as inferior individuals、 ここで inferior が形容詞で、 individuals or groups、 これはこれを2つつないでるんだけど、ここは名詞だ。だからかなりの割合で形容詞名詞だからくっつけてしまいやすい。でもくっつけてしまったら、劣った人個人や集団、リガードアズ、え？と思わない？だってリガードアズは、リガード防線アズ波線で、防線を波線とみなす。これは基本形だもん。ということは、リガードアズの時点で、O がないぞと思いたいわけ。じゃあこの場合は As はどこまでって思いたいわけで、そんなに長くないはずだと思っているわけだ。そうするとここで形容詞名詞をくっつけちゃうと、多分この Speaking の ING はここからここまででこっちにかかるわけだから、かかりそうだから、まず最後まで行っちゃって O がないのね。いい？だからここで切る。Regard A as B のこの波線部分は名詞も形容詞も分詞もいけるからね。つまり O イコール C が成立すればいいんだから。だからここで切る。で、これを V、まあ、10の V で、V の全体、2の中のね。VMO を見破ると。でついでに言っとくと、 Speaking languages different from their own languages にかかり、形容詞の塊が後ろから前の名詞にかかり、 Speaking、 この ING が名詞にかかっている場合は、これも英文読解入門ちゃんと読んでる人は大丈夫だね。 ING が名詞にかかる場合は、しているという現在進行的な場合、進行的な場合と、する
とかもしくは状態動詞、つまり状態的習慣的な場合があると、これは説明してあるし例文も挙げてある。でこの場合は話している、じゃあおかしいよね、今話している最中のじゃないもん、いつでも話すわけだね。だから話す、つまり関係詞を使ったら Who speak だ、 Who are speaking じゃない、いいね。でそういうわけでこうだね、人々は自分とは異なる言語を話す人や集団を劣ったものとみなす傾向がある。これはまあ違った言語じゃなくても、まあ、方言でもそうだよね。自分と違う日本語を話してるとそいつはマイナスだと思っちゃう傾向があるよねって、あ、それはバカバカしいよねっていう話だ。ということでこれちょっと読みにくいやつをあげたけど、この程度まではちゃんと読めるようになっておいてください。ですが、この回、ここはもう仮定法の条件発見の回と、VOC、VOM の統治に気づいて読もうねという話に絞っていきました。しっかりと復習してください。それでは今回ここまでです。See you!